どうですかね、今日室内で撮影してるんですけど、ちゃんと映っているのかな、うん、今日は欅の剥がりをやりたいと思います。理想的なのは最初にあの綺麗に二股に分かれるこういうタイプのやつですかね、うん、2つのものもあるんですが、まあ3つだったり、ここ3つ出てるんですけど、3つに分かれてるものとか、これは4つ、かいわれ刃からあのこの十字刃が出るんですけど、まあパターンとしては最大4本目が出るものがあったりしますね。1本しかピョンって1本しか出てこないのなんかもあったりとかして、あの二股分かれの、ほうき作りに限らず、その目の出方で、いろいろ作れることもあるかなと。この理想的な二股分かれの苗の場合は、まずもうこの辺の十字刃もいらないのでカットして、ちょっと勢いつきすぎちゃうのでもういらないということで、私はカットしていて、ね、こうやって今3枚かな、3、4枚葉っぱ出てるので、最初のここの一節、ここにも実は目当たりあるんですけど、もうちょっとあの最初の一節は伸ばしてもいいかなと、全体のバランスで、そういう時はまだもう少し伸ばしてていいですが、まあ、ここで枝分かれ作りたいなと思ったら、まあ、2枚、2、3枚こんな感じでカット。やっぱり長芽優勢でここは強く伸びてきてしまうんで、先端の葉っぱをこう切ると、ここはできるだけこう出てきてほしいので、まあ、多めに残して切るか、そのままか、そういう風にしてやってます。そういう風にやるとこういう風な枝になってきます。はい、もうちょっとここはもういらんけん、ここ切っちゃおっかね。さっきみたいに最初伸びたところを2目で切って、それがこの葉っぱとこの葉っぱなんですけど、先端の葉っぱは切ってて、ここは残してる。こっちもそうですね。そうすると先端の葉っぱから2番目こう出てきて、脇の方の葉っぱを多めに残しておいたところからもこう出てくると、はい、ここ切ってるんで伸びは割と落ち着いてて、まあ、大体同じような枝の強さで二股に分かれて枝ができていく、まあ、理想のようにはいかないんですけど、まあ、そういう感じで枝を作っていくと。この辺は裾っぱだから、裾にある葉っぱなんで、これもカットしていったりとかして、で枝分かれ作っていく感じです。これは3つ出てます。同じところから出てるように見えるんですけど、実は少し高さが違って、最初の十字刃のところと後から出てくる十字刃あって、少しあの位置違うんですよね。だからあんまり1箇所から4つも出てると、ここポコってなっちゃうんで、2つとかに3つとかに減らさないといけないんですけど、この場合は、こっち芯立てて、こういう風に3つ枝分かれにしても、あまり太らせなければそんなに嫌味にならないと思うんで、これは3つ残しでちょっと様子見ながらやってみようかなと。基本はやっぱ2つ分かれがいいと思いますが、こういう作り方もいいかなと思います。でこれ4つ、はい。これはさすがに目数多いと思いますんで、減らさないといけないですね。うん、この2つを残して二股にしてもいいですし、こういう風に3つにしてもいいですし。さあこれですね、うん。これも今の段階で1個しか出てないんですけど、よく見たらこの辺ちっちゃいポツポッチンがありまして、はい、ちょっと刺激すると出てくると思うんですけど、うん、これはどうしますかね。出てきたら二股作ってもいいし、この一本だけで
ここにちっちゃい芽ありますから、こういうふうにほうき立ちで、ほうき立ちじゃないや、段作りで作ってもいいかなと。これはこれで結構面白いんじゃないでしょうか。もしかしたらここから出てきたりもするんで、そういう段作りで作ってもいいかなと思います、うん。まあ、本当思うようにいかないんですけど、まあ、ちょっといろいろ数があればいろいろできるんじゃないかなと。はい、はい、これはどんどん剥がり、別身と剥がりをしていきます。枯れてるやつとかも切ったりなんかして、中の方にできるだけ光入るように、下の方は、まあ、長めに切ってるんですけど、同じようにちょっと長めにして、上の方は1つか2つ、1つにすると枝はできないですけど、下の方にも結構力がいく感じで、これ大体輪郭見ながら軽く切っていきます。これは2つでいいか。伸びてるからここで切ろうと思うんですけど、この葉っぱは実は前回残した古葉なんで、ここ切るとこの芽が目止まりする可能性があるので、本当は新しい葉っぱここ残して切りたいんですよ。でこういう風にしたい、まあ、目的は下の方に芽吹かせるということなんで、当面はこの状態で、今回ちょっとやや伸ばし気味だったんですけど、やっぱ伸ばしちゃうと枝太くなっちゃうんで、全体のその木のバランス見て、太くなりすぎないうちに切るのがいいと思います。全部剥がれすると、まあ、同じようにこう抑制するわけで、上の力と下の力の差はあんまり変わらないんで、大きい葉っぱだけ剥がりしてちっちゃい葉は残すとか、そういうやり方もあると思います。やっぱ剥がりすると2番目の出てくる葉っぱ小さくなったりとかして、形が良くなるんで、ケヤキは成長期に何回も剥がりできますから、そのうち1回は全剥がりして、あとは様子見ながら部分剥がりとか、まあ、はきりとか、そういう感じでやっていけば、まあいい感じになっていくんで、はい、あんまり無理すると樹皮ごと持ってかれちゃう時あるので、1枚1枚やるとやっぱよく見えるんで、いらない枝なんかも切れますよね。はい、切って切って、ちょいちょい切って、ここ枯れてるな。全剥がり何回もやっちゃうとさすがにケヤキも弱ってきちゃうので、ちょっと油性ちゃんとつけてやるようにしています。はい、私はだいたいこのくらいの剥がりをやっています。はい、こんな感じです。これ全剥がり、これは普通の剥がり、一応書いとくか。6月の22日で、まあ普通の、普通って何。この全剥がり、ほぼ全剥がりしたやつはちょっとこれはやばいぞってことで、勢いよく2番目が出てくると思います。はい、でこっちは、まあ、いつもやってるこのくらいのやつはまあまあ出てくる感じで、少し多め残してるのはこれでも生きていけんなと思って、そんなに、期待するほど、2番目の吹く力は、強くないんじゃないかなと。なので、維持段階というか完成期ですね、そういう古い木とか樹勢の抑えられたやつはこのくらいの、中を少し透かしてあげるぐらいの、透かししてあげるぐらいで、十分なのかなと思いますが、若い木とか元気いっぱいのやつはこのくらい買っても、良いし、むしろ枝がよくできて良いんじゃないかなと思います。はい、今日の作業はこれでおしまいです。